続いては生駒先輩と中村れののペア。私が紹介するのは中村れのちゃんです。中村このね、れのちゃんのれのという字なんですけど、麗しいになんと乃木坂46のの、ね、そういうことだ。まさに乃木坂のために生まれてきたようなもの。あ、そうだね。では早速いきたいと思います。はいはい、中村れのの取扱説明書。まず一つ目、ダン、お囃子木の月。お囃子できるんだ。はい、はい、これはどういうことですか。お母さんがお囃子をやっていて、うん、はい、それをきっかけに私もお囃子をやり始めました。あれだよね、太鼓だよね、お囃子。うん、あ、はい、うん、でもれのちゃんは太鼓じゃなくて笛の方が得意。もうできるの。はい、私たちもまあセッション。いや、いいよいいよ。中村の笛に生駒先輩が和太鼓でセッション。いきます。はい、セッションですよ。素晴らしいよね、これ。セッションなんでちょっと緊張したんですけど。ね、うん、よかった。はい、ということで続きまして、はい、絶対にやめてください。はい、こちらです。梅干しは近づけないでください。あのね、とてつもなく梅干しが大嫌いなんですよ。え、どれぐらい嫌いかちょっと説明してください。味も匂いも見た目も。うん、見た目も？なんか。シワシワなのがあんま好きじゃない。じゃあもうおじいちゃんとかもうダメだ。そういうこと、そういうことなのかな、これ。梅干し見るのも嫌なの。見るのも、あのガラス越しとかだったらまだ。ああ、ショーウィンドウにはねえわ。いや俺言ってるいやいや、あるある、いい梅干し屋さんのね。ああ、あるか。いい梅干し屋さんのこうするのは OK。 見るのもやって相当嫌いじゃん。あ、こんなところにカリカリ梅が。え、カリカリ梅もダメなの。カリカリ梅は大丈夫だろう。少々じゃないよ。いや、ちょっと待って、一回やめて、一回。あれ、全然梅干しでもシワシワでもないのに逃げたじゃん。梅干しよりちょっと嫌がられたんだけど。なんで梅干しみたいだから顔面が。あの、強烈。強烈だ、強烈だった。あ、ごめんね、ごめんごめんごめん。あ、酸っぱかった。そして生駒先輩から3期生にアドバイスが。それは乃木坂工事中でしっかり修行。うん、はい、これ私体験談がありまして、はい、あの3万5000の方に出させていただいた時に、まずさんまさんのあの熱と、他の共演者さんの熱にやられて泣きながら帰ってきたんです。喋れなくて。喋れなくて。そうだな、もうすごく悔しくて。で、乃木坂工事中だけじゃなくて、外の番組にも今後ね、3期生も出ていくと思うんですよ。そういう時にここでやったことが身になります、基礎になりますので、うん、ぜひあのここは頑張っていただきたいと思います。ね、ここはあの練習の場とし、はい、練習の場じゃねえ。練習の場じゃねえ。練習気分で来るんじゃねえよ。ここもオンエアしてんだよ。練習の場ではないんですけど、まあ、でもここの方がホーム、よりホームで、あの、うん、何やっても大丈夫な環境では、はい、敵はいないからね。あるんですので、うん、ここでちょっと試練です。即興でトークをしていきたいと思います。即興トークやってみようか。というわけでトークテーマのくじを引いて、その内容に沿った即興トークに挑戦。来た。ああ、私が大事にしている宝物。ああ、いいね。これは聞きたいよ。なんだよね。なんかある。なくしちゃったんですけど。なくしたんですいいね。いやいや、その入り。いやいや、もうない、もう宝物じゃないじゃん。それはウケるよ。もうなくしたんかいってなるから。もう持ってない。もう持ってないよね、すでにね。じゃあないじゃん、宝物。